ジュニア選手権といっても過言じゃないんじゃないでしょうか。なるほど、はい、そのジュニア体操の楽しみどの辺にありますか。松田さんにもこの演技を見ながらお話をいただきたいと思いますが、メトデーバ、ブルガリアの段違い平行棒です。トカチェフを入れました。もう男子の鉄棒と同じような演技内容です。後方の抱え込み2回宙返り降りです。ゼッケン2番、メトディエバ、ブルガリア、非常に難度が豊富ですね。ただあのジュニア選手というのは非常にあの高難度の技をこなすんですけど、またこう姿勢欠点が乱すと、ところが非常に自分が今まで習得した難しい技にどんどん挑戦してくると、これがあのジュニア戦にマスターしてるってことですね、はい、得点はメトディエバ 9.55 です。まずまずの得点が出ました。続いては同じブルガリアのフリストバです。137センチで30キロ、スピードがあります。離れ技は何を使ってくるか、うん、そのままフィニッシュに行きました。今離れ技がありませんでしたね。そうですね、段違い平行といえば必ず1個の離れ技をしなくてはいけない構成の規則がありますのでね、ええ、その面ではちょっと減点されるかも分かりませんね。年齢はまだ11歳ですからね。そうですね、ブルガリアの11歳以下のジュニアチャンピオン B 班は今休憩しています。従いまして女子の優勝争い1種目終わった段階でいつもですと9.20 が出ました。そういうふうに途中経過をお伝えしているんですが、変則の今日は競技運営ですので、女子の場合はその途中経過をお伝えすることはちょっと難しくなっています。続いて韓国のペイウン、14歳です。跳馬では 9.30 でした。米運美2種目目、見事なイエーガー、153センチで42キロです。後方抱え込み2回宙返りよりは尻餅をついてしまいました。惜しいですね。やはり韓国の選手はオリンピックを前にして非常に鍛えてますね、昨年はアジア大会日本を破った韓国チームですが、このペ・ウンミ選手も全国ランキング全ての女子の体操選手で韓国で6位から8位ということですから、行きますから。そうですね、後ろに体重が乗っかってしまうという状態、はい、うっすらとお化粧をしています。日本選手はあんまりお化粧しないんですが。そうですね、やはりあのインターハイあたりではですね、あまりお化粧するのを好まないですからね。ペウンミは 8.90、 その流れがあるのかも分かりませんね。さあ続いて段違い平行棒をご覧いただくのは真田です。ソ連の選手が一人棄権したためにオープン参加ということになっていますが、 NHK 杯で第7位に入ってロッテルダムの世界選手権代表になりました。東海テレビレッツ体操クラブ東名、名古屋の杉山女学園中学の3年生です。トカチェフ、大丈夫でしょうかね。大丈夫でしょう。場内から拍手、頑張れというところですね。そうですね、最近のマットは非常にああいう激しい落下をしてもですね、かなり吸収するようになっておりますのでね、なかなか怪我はしません。30秒以内にバーに戻ることになっています。さあトカチェフはもう抜きますかね。あ、これは銀が、はい、そうです。
フィニッシュです。クレーカー折り、ね、フィニッシュはしっかりと足を固定しました。非常にあの体操の素質を持っている選手だと思うんですね。三鷹三中といいますと全中大会でも3連覇を達成しました。全日本史上最年少で優勝、7月の NHK 杯もチャンピオン、ロッテルダムの世界選手権、日本のエースとしての活躍が期待されます。篠田の段違い平行棒、なお先ほどの真田は 8.85 でした。落下が響きました。篠田はどうか、トカチク1回、非常に高さがありましたね。イエーガー、さあフィニッシュをまとめれば高得点が期待できます。屈伸の2回宙返り寄り、非常にいい出来でしたね。あの篠田選手の特徴はもう思いっきりやるっていうところですね。ですからいつ落ちるんじゃないかって心配あるんですけども、成功するとですね、それがかえってそのダイナミックさにつながってですね、はい、高得点につながっているわけなんですけどね。いつもこの篠田選手の演技を、篠田の得点は 9.60、 ご覧のように発表されました。高得点が出ました。さあ続いて段違い平行棒の隣で行われております平均台にカメラを切り替えましょう。平均台、これから演技を行いますのは中国です。遠敵です。142センチで29キロ、漢字が高軍選手に似てますね。はい、そうですね。一般選手を含めた今年の大会で第6位に入ったそうですよ。あ、素晴らしいですね。ですから世界選手権まだ最終選考は行われていないようですが、それからソウルオリンピックも狙おうかという遠敵選手です。中国はもう一人レン・アという選手が参加しております。昨年の全中国選手権大会ジュニアは第6位でした。平均台です。ロンダードから入りました。開脚のジャンプ、高さを要求されます。たった10センチの平均台の幅、この連続でしょう。決まった。素晴らしい。もう1回ぐらいこの連続が入るでしょうね。そうですね。あの床の蹴りと同じぐらい平均台の台上で蹴ってますからね。何気なくこなす前転ですが、実は難しいですね。難しいですよ。男子だったらちょっとできないじゃないですか。できないですね。この連続は2回連続、はい、片足で踏み切っています。非常にあの体の柔らかい選手はああいうキビキビした動きはできないものなんですけど、非常に鍛えてますね。筋力あります。フィニッシュ、ひねりは2回、ちょっと跳ねました。そうですね、ちょっと着地減点ありましたけども、やはりあの姿勢がいいですね。難しい技をしてもきちっとした姿勢でこなしている、この辺が評価されると思いますね。の中国の女子です。さてそれではもうすでに演技終わりました日本のエース篠田選手の1種目目跳馬の2回目の演技を VTR でご覧いただきましょう。個人総合は2回飛んで良い方の得点です。その跳馬の2回目、ロンダードから入りましたね。はい、ロンダードから後方伸身宙返りですね。
これは2本目ですね。はい、後方伸身宙返り1回ひねりですね。 9.45 という得点でした。非常にこなしは良かったと思うんですけどもね、はい、出場の選手の中で一番の低年齢、小学校6年生です。東京三鷹市立高山小学校。先ほど松田さんがジュニア選手は怖さを超えて挑戦してくるという話がありましたが、まさに小菅選手にはそれが言えるんじゃないでしょうか。そうですね。それと小菅選手やはり柔軟性を持ってますし、筋力も非常に強いのでですね、ミス少ないですね。随分クレー香りが跳ねましたね。そうですね。屈伸から伸身に持ってきましたね。これやはりクレーカーの屈伸が完全に習得された上でですね、さらに勢いをつけて伸身まで持っていくようになったんですね。得点が 9.40、 見事ですね。はい、もう立派だ。なお田中選手のあん馬の成績は 8.40 と発表されています。おなじみのユニフォームですね。そうですね。コマネチを生んだルーマニア。141cm、 34kg の14歳。ルーマニアといいますとコマネチ、そしてサボ、現在はシリバス時代と言われていますが、その次の体操界のスターを狙います。ザボト、どんなシリーズを見せるか。後転跳び、後方宙返り後転跳びの3回連続。この選手も非常に体が柔らかそうですね。幅10センチ、長さ5メートルの中での連続技です。後方宙返りから両足踏み切りの後方宙返りですので、片足よりも難しいわけですか。はい、そうです。着体が難しくなりますね。はい、体が柔らかいということは、一つの技をこなすときに幅ができてくるわけですね。ですから非常に落下も少なくなります。フィニッシュ、後方抱え込み2回宙返りより。連続跳びは2回入れました。1回が、はい、3回後転跳び、後方宙返り後転跳びでしたね。はいはい、そしてその次は後転跳びから後方宙返りの両足着台です。はいはい、小学校6年生の小菅が頑張っています。段違い平行棒も 9.40 でした。133cm で 29kg。 ここは連続です。平均台まっすぐ進みました。そうですね。非常に今日は調子がいいようですね。その日の選手のこう顔の表情を見てると調子がいいのかどうかっていうのは分かりますね。そうですね。今日は非常にいいですね。キリッとしてて、昨日までの私練習見たんですが、同じ表情で本番で演技してますよ。はい、後転跳びの連続、後ろで見ているのが塚原千恵子コーチ。後方屈伸2回宙返り、ちょっと着地で減点されますね。これはなお先ほどご覧いただきました。なお男子は2種目を終了しまして、これから3種目目。順位は日本の西川が
18.95、 同じくハリコフも 18.95 で1位で並んでいます。3位は日本の池谷健闘しています 18.70。 さあそれでは女子のゆかをご覧いただきましょう。工藤です。惜しくも世界選手権の代表は逃しました。3回ひねったか。そうです、3回ひねりです。この選手も非常に高難度の技をたくさん持っている選手なんですね、はい、ただちょうどあの世界選手権の選考会頃が体の調子を崩してたようですね、今かなり復調してきたんですけどね。154cm、 40kg、 後方の屈伸に回宙返り。オリジナル曲に乗った工藤都選手のゆか、朝日生命体操クラブ秋田県から上京しました。なおこの工藤選手ですが、普通にあの屈伸の2回宙返り持ってくるあたりは本当に力がある証拠ですね、はい、さあ続いてチェコのコッポバー、チャクラスカを生んだ国チェコスロバキア。チェコのジュニアランキングは第2位です。150cm で 39kg、 ひねりは2回です。チェコスロバキアの13歳コッポバー選手のゆかの演技でした。なお先ほどの工藤選手のゆかは 9.50 です。なかなか無難にまとめましたね。そうですね、それぞれ体操にお国柄がありまして、はい、どうですか。そうですね、チェコスロバキア、そうですね、ちょっと顔の表情にもう少しゆとりがあるといいですね。なるほど、日本でもおなじみのチャクラフスカ選手を生んだ国ですよね、はい、キローのトップ、あ、ダチニナさんですね。そうですね、今日も更新の時ですね、私が観客席行ったら、はい、お山下なんて言ってくれましたけどね、お本当に素晴らしい方ですね。東京オリンピックではチャクラクスカ選手と激しい金メダル争いをしました。14年ぶりに来日、東京オリンピックの時はもう5歳の男の子がいて、そしてもうお孫さんがいるんだそうですよ。そうでしたね。でもどこかにね、チャーミング、はい、感じるんですよね。残ってますね、さあそのダチナコーチが指導します。チェルノワ選手のゆかをご覧いただきましょう。公開練習でも体操の関係者がこの人の演技を見ているとうっとりしましたという話をしておりました。今日は段違い平行棒、平均台いずれも落下。このスピード、ソ連の体操というのはこの女子の場合はですね、床運動に一番よく現れますね。非常にこう品がありますね。クラシックバレエを徹底してやってるのかも分かりませんね、
このひねりはスピードがあります。ゆかは鶴沼選手さすがに落ち着いて演技してますね。そうですね。また女子4種目の中でもこのゆか運動があの花と言われますからね。抱え込みの2回宙返り、ソビエトのチェルノワのゆかでした。このゆかは最近ビートの効いた音楽を使う選手が多いんですが、いかにも落ち着いたこの繊細な、はい、こう優雅さを醸し出すようなですね、素晴らしい伴奏曲ですね。そうですね。さあそのソビエトは特徴がありますねとおっしゃった。今日あまり調子が良くないんだなというところが見えますね、はい、さあそれでは2種目終わった段階で第5位の小菅のゆかをご覧いただきましょう。小学校6年生頑張ります。音楽はディスコキッド。新進の後方2回中返りですね、はい。D に加点をもらえますか、はい、そうです。今日は国際ルールでやっておりますから、9.7 万点で、そして、シリーズの独創性あるいはこいつ技の独創性、はい、それから余分な D ですね、これがないと10点満点で採点されませんからね。選手は3つの D、1つの C、2つの B で構成しています。さあこのシリーズは何を使うか。後方屈伸、惜しい。12メートル四方のフロアをいっぱいに使います。133センチ、後屈伸2回宙返り、ちょっと膝が曲がったか。もう難度は申し分ありませんね、はい、あの特に中間のシリーズの後転跳び、テンポ宙返り、後転跳び、それからの後方2回宙返りで、まあ、手をついてしまったんですけどね、もう完全に高さもありますし手をつかなくてよかったと思うんですけど、やはりタイミングがちょっと狂ったんでしょうね。スローでご覧いただきましょう。9.05、 なお先ほどご覧いただきましたチェルノワのゆかは 9.60、 今の 9.05 ですから両手つかなければ 9.55 ですからね、はい、かなりの得点もらえたわけですよね。そうですね。さあルーマニアのサボットのゆかをご覧いただきましょう。この辺がルーマニアらしいゆかの入りでした。非常にこう積極的ですよね。スピードのある演技ですね、はい、ムーンサルトを使いましたね。2種目終わった段階で単独トップのルーマニアザボッド。ヘアスタイルにも特徴ありますね。そうですね。ただやはりあの基本的な姿勢があのソ連の選手ほど決まってないですね。ここは抱え込みました、はい、後方2回宙返り。ザボドは平均台が 9.50、 そして段違い平行棒が 9.60 という高得点。うん、高さがあります。141センチで34キロ。ルーマニアのルミルタ・ザボド選手14歳のゆかの演技でした。非常にあの難度もありますし、はい、非常にスピードもあるんですけども、ちょっと全体にこう雑なところが目立ちますね。その点あの先ほどのチェルノワ選手ですか、はい、あれと比較するとやはりソ連の体操とルーマニアの体操が違うなというのが分かりますね。
しかしソレンゼを抑えてサボドはトップをキープ。続いて同じルーマニアのボンタシュです。こちらがルーマニアの陣屋チャンピオン。これが本当のもう新進の高2回宙返りですね。次のシリーズは後方の抱え込みに回中返り、ね、後転飛び、テンポ後転飛び、抱え込みに回中返り、ね、完璧ですね。60秒から90秒以内に演技を終わることになっています。最後のシリーズが楽しみですね、はい、さあ膝がちょっと曲がって抱え込み姿勢ですね、はい、まあ、着地が良かったですね。やはりああいうところがこの審判にいい印象を与えると思うんですね、はい、やはりあの姿勢がいいですね。コマネチが生まれましたレバという町、同じ体操クラブの出身です。クリスティーヌ・ボンタシュ 9.55 が出ました。篠田の優香この段階では第2位です。あ、高さがありますがラインオーバーマイナス1ですね。 9.5 以上の 0.1 というのはもうだいぶ差が出てきますからね、もったいないですよ。今のラインオーバーがないと 9.65 ですからね、以上が望めたということですね、篠田選手は4種目の中でもこの床運動を最も得意としてますからね、これはもう最初の技です、演技ですね。日本のエースとして10月のオランダの世界選手権での活躍が期待されています。したがってファンも篠田選手には高い水準の演技を要求します。この選手の特徴はもう回転系の運動の高さですね、すごく高いんですね。バネがありますからね、この高さです、はい、篠田のゆかでした。得点 9.55、ラインオーバー、おそらくことになります。篠田跳馬 9.45、 段違いが 9.60、 平均台 9.60、 ゆか 9.55 で4種目終了して、 A 班では一番高い得点の 38.20 です。そして A 班の上位選手もう一人はクリストバの 37.65、そしてメトディエバの 37.30、 ブルガリア勢が高得点をマークしています。A 班は4種目を終了、そして女子は B 班、C 班が最終種目に入り、得点の兼ね合いが、まあ、優勝争いの大きな焦点になってまいりました。さあそれでは女子の跳馬にご注目ください。チェコです、コッポバー。伸身でしょうか屈伸でしょうか、どっちでしょうね。今のはどちらとも取れないような飛び方でしたね。女子は2回飛んでいい方の得点です。これは2回目で1回目が 9.35、 そうですね、やっぱり屈伸でしょうね、はい、
さあ続いてチェルノワ、ロンダードから入って後方伸身宙返り、これは後半の大きさありますね。はい、チェルノワ選手も3種目あたりから本来の力を発揮するようになりました。だからね、1人が失敗してしまったらもうどうしようもありませんね。チェルノワの2回目です。ロンダードから、まあ、だいたい1回目と同じような演技ですね、はい、チェルノワの1回目は 9.50、 1回目が採用されています。チェルノワの2回目が 9.40 で1回目が採用されて 9.50、小菅の1回目です。これはロンダードからの後方伸身宙返りですね。ちょっと伸身姿勢は長かったんですけども着地がちょっと潰れてしまいましたね。上位入賞が期待されています。小学校6年生の小菅、1回目は 9.45、 2回目です。伸身です。そうですね、 この方が大きさが出たようですね。方向が左に寄りました。寄りましたね。ただ着地の時前に行くよりも後ろに行った方がですね、全体の大きさが見られるわけですよね。9.50 が出て小菅は 9.50、 続いてルーマニアザボド、ひねりを加えました。このザボドが 9.45 で篠田と同点優勝。あ、これは 9.5 以上出ますね。出ますか。まあ篠田選手、跳馬が一番最初だったからちょっとね、トーンをしてますけどもね、おそらく 9.5 以上出ますよ。これはロンダードから入って後方伸身宙返り1回ひねり、非常にひねりが鋭いですね。 9.45 で篠田と同点優勝、 9.65 でザボド優勝、さらにその得点差を広げるかという2回目です。ロンダードからもう一回ひねりを加えました。いいですね、文句なしです。非常に張りがありますし、はい、そのシャープですね、ひねりが。そうですね、しかも難なくポンとこうかなり高い 9.70 が出ました。高得点ですね。まあそういう意味からすると篠田選手もトップのトップでしたからね、はい、かなりいい演技をしたんですけども、ちょっと惜しかったですね。ボンタシュ、これも一回ひねりですね。ボンタ氏が 9.70 を出しますと篠田と2位タイということになります。ちょっと前半にかなり足が開いてますからね、はい、まあ、その審判の位置から見えるかどうか分かりませんが、7はちょっと無理なような気がしますね。コマネチ、サボ、そしてボンタ氏、ザボドとルーマニア、続々といい選手が出てまいります。 9.75、篠田を抜きました。そうですか。2回目、これも決まった。おそらくね、足を開いている姿勢がですね、審判席から見えないと思うんですね。あれもかなりの減点なんですけどね。そうですか、それだけ演技にスピードがあるということもまた一面言えると思うんですけどね、はい、工藤です。なおボンタ氏の2回目 9.80 で得点は 9.80。 さあ工藤得意の跳馬、ロンダードから後方伸身宙返り寄り。この工藤選手は日本人として初めて昨年の全日本でロンダードからの跳馬を行いました。そういう意味ではパイオニア。そうですね、やっぱり誰かこう発表しないと次から次から追っかけていってくれないんですよね。
そういう意味ではそのパイオニア精神というのは非常に体操競技高得点が得られると思うんですけどね。工藤の1回目は 9.40、 ちょっとやはり失速気味になって後半腰を取ってしまいますからね、その辺が減点されます。2回目です。もう1回ロンダード、今度は抱え込みですか。抱え込みの1回ひねりですね、はい、1回ひねってますから、まあ、難度的にはこちらの方が、いや昨日練習してみてましてね、この選手が優勝するのかななんて思ったんですけどもね、これは逆車輪ですね。あ、逆車輪からのイエーが飛んでした。バー高さがありますね、はい、29キロです。あ、軽々としてます。スピードもあります。あ、1回ひねりですね、車輪の1回ひねり。後方の高い込みに対中返り寄り、まあ、全体の内容にそうして週末技がちょっと物足りないなと感じますけどもね。いや素晴らしい演技ですね。中国のレンガ、エンテキ両選手が演技を終わってそして記念撮影ですが、全ての女子の種目の中でこのエンテキの 9.8